こんにちは。作業療法士のみのです。今日はですね、前頭葉を鍛える脳トレというのをご紹介していきたいと思います。前頭葉はですね、たくさんの能力があって、例えば考える力、思考能力、そして理解判断力、意識とか意欲、注意を向ける力、そして感情をコントロールしたり、言語能力など、たくさんのですね、能力があるんですけど、今日はですね、この考える力、思考能力を高める脳トレというのをご紹介していきたいと思います。この思考能力というのは、考えるというだけではなくて、例えば考えるためにはですね、自分の今までの知識をまとめないといけないので、やっぱり記憶力とすごい密接な関係があります。そして、考えた意見を述べるということで、言語能力ともすごい密接な関係があって、思考能力が落ちてしまうと、記憶力も悪くなって、言語能力も悪くなってしまうんですね。なので、この思考能力を落としてしまうと、記憶力も衰えて、そして、物忘れが始まって、認知機能、認知症状が出てきてしまうというふうにですね、やっぱり思考能力、考える力というのは落としちゃいけないんですね。なので、今日はこの思考能力を高めるような簡単にできる脳トレというのをご紹介していきたいと思います。で今日お伝えする脳トレはシャッフルワードですね。シャッフルワードというのは、ある単語がですね、順番がバラバラになっていて、それをですね、順番を組み替えることで単語を完成させるというような脳トレになります。では、皆さん、今日はですね、紙とペンをですね、用意していただきたいと思いますので、準備ができたら動画を進めていただきたいと思います。まあ、それではですね、早速このシャッフルワードをやってみたいと思います。まずですね、僕がある単語、バラバラにされた単語を表示しますので、それをですね、30秒以内に解いていただきたいと思います。では、まずこちらのですね、単語をお見せします。ちょう、け、い、すと書かれているこの単語ですね。はい、こちら今から30秒測りますので、並べ替えていただいて、そして一つの単語をですね、完成させていただきたいと思います。では、早速やってみましょう。では、行きます。用意、スタート。さあ、こちらの単語をですね、並べ替えてみましょう。どういう単語がね、隠れてるかなと考えることがとっても大事になってきますので、しっかりと最後まで諦めずにですね、どんな単語なのか、これを完成させてみましょうね。さあ、残り15秒。あと半分ですね、頑張りましょう。さあ、もうちょっとですよ。最後まで考え続けましょう。はい、はい、一度手を止めていただいて、さあ、皆さんどうでしょう ?30 秒で、うまくですね、単語完成できたでしょうか。では、ここからはですね、答え合わせをしていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの単語ですね、並べ替えていただくと、化粧水、化粧水になります。はい、このようにですね、どんな言葉が完成できるかなと、どう並べ替えたら言葉がね、完成できるかなと考えるということがとっても大事になります。この考えるイコール思考能力を働かせて、それが前頭葉を活性化させてくれますので、ぜひこういった短い時間であっても、考える時間、考える、そういった習慣をですね、身につけていけたらと思います。さあ、そしたらラストもう一問やって今日は終わろうと思いますので、こんな感じでですね、最後のもう一問やってみましょう。では、続いての単語やってみます。もういきなりスタートしますからね。では、やってみましょう。では、いきます。用意、スタート。さあ、2問目はこちらの単語になります。さあ、こちらもですね、並べ替えていただいて、どんな単語なのかですね、しっかりと完成させてみましょう。こちらもですね、同じくどんな単語かなと考え続けるこの過程が大事になってきます。さあ、残り10秒です。ラスト頑張りましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。どうだったでしょう ?30 秒の間で完成できたでしょうか。こちらですね、まだ完成できてない、最後までやり遂げたいという方もいらっしゃると思いますので、答えの方はですね、コメント欄の方にですね、僕が、投稿しておきますので、もしよければ気になる方はそちらですね、コメント欄を見ていただいて答えを確認してみてください。逆にですね、皆様の方で答えが出たらですね、コメント欄の方に、ぜひですね、答えを書いてみてください。そして、みんなでね、共有していけたら、みんなで、脳トレ取り組めたんだなというふうに、確認ができて、とても僕も嬉しく思いますので、もしよかったらコメント欄のご活用もよろしくお願いいたします。
はい、このようにですね、しっかりと頭を働かせることで前頭葉の機能を高めてですね、認知症予防に取り組んでいきましょう。多くの方が認知症イコール物忘れというふうに考えている方とても多いんですが、実はですね、物忘れよりもですね、この前頭葉機能、例えばですね、意欲が落ちてきてしまって何もしたくないと言ってずっと家にこもりっぱなしになってしまったりとか、理解判断力が落ちてしまって、いくら説明してもですね、何でもいいよというふうにですね、自分の意見がなくなってしまったりとか、そういったですね、前頭葉症状を、前頭葉症状が先に現れてきて、そしてだんだん頭使わなくなってきて、記憶力も衰えて、そして最終的に物忘れが頻繁に出てくるという、こっちの事例の方が圧倒的に多いので、実は記憶力が衰えるよりも先にですね、前頭葉症状から出てきてしまうっていうのをぜひ覚えておいてきてください。なので、認知症早期予防するためには前頭葉を鍛えること、これがポイントになります。はい、このようにですね、こういった、短い時間でも前頭葉を高めることができるノートで、これからもどんどん紹介していきたいと思いますので、また次回も違うテーマでご案内していきますので、一緒に取り組んでいきましょう。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護予防チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。